室で過ごした1年間だった。最初の3ヶ月くらいはなんかいいなって思ってて、次の3ヶ月くらいは意識するようになって、その後半年はメロメロで、それが今日終わった。あれ？まだいたの？ケイ君はみんなと卒業の祝いでどこか行かないの？そっか、うん、それじゃあ元気でね。時が過ぎていく。1秒、2秒、3秒、それがどうしても苦しかった。彼女が後ろを向いて僕の前から去ろうとした時、僕は彼女の頭を掴んで壁に叩きつけたかった。気絶させてやりたかった。僕は男